これはやばいぞ、マザーシップ祭りだ。マザーシップが重なれば重なるほどね、素晴らしいですね、本当にね。シャッス田中です。今回は VMP を使って SPM を上げていく装備やっていきたいと思います。やっぱね、こう SPM を上げる装備なのでね、ランチャーを今回はね、メインじゃねえけどな、ランチャーをまあまあまあ多用していくという感じですかね。いいぞ、よしよし、取ってこ。怖い怖い。押し取れた。まずは200ポイントっていうね、開幕。あー、ブラボー、早。待って、おかしいおかしい、それは。あー、フラグねえ。やべやべ。フラグがねえ。あー。イェーイ。ランチャーも捨てたもんじゃねえだろ、これ。いやー、ありますね。ちょっと待って、今のなんで、こう、ヘッドショットで死んでるんだろうか。まあまあいいでしょう。ランチャーが割とね、皆さんね、ちょっとね、そう、軽視されがちだけど、強いからね、これ。普通に。あ、トルフィーもちょっと向こう。行って。ランチャー意外と強いってことをね、皆さんに知らしめたいんですね、今回はね。うわ、あともうちょい。ダメか。こっちいるんじゃね？いないのかな？あ、いないじゃん。はい。さあ、ここで取りますよー。取りますよー。取りますよー。いけ！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 あー、やられとる。でも、あそこに味方さんいるから、ワンチャン。誰か来てくれねえのかい。おらー。帰る。よしよしよし。よし、取ったー。いいねー。あげないよ。あー、やべ。ブラボー、ブラボー。走るんだ、走るんだ。これフラグないからブラボーまでちょっと遠いな。行って、くそー。あ、いいね。あー、旗ナイス。いいね。今回は旗に絡んでく形でもあり、まあ本当にね、 SPM のことを考えつつやられつつですわ。やられつつですわ。ちょっと大事なことは、ね、2回言いましたよ。ちょっとね、武器はね、これあんまおすすめしないんですけど、正直難しいんで。あんまりね、みんなが使って、こう、どうこうっていう使いやすい武器ではないですね、これはね。間違いなく、使いにくい武器の方なんで、部類的には。どうしよっか。まあ、装備だけですよね、今回はね。この、ランチャーを添えてという感じをね。武器はただ僕の気分ですから。こうやってブラボーを取るという感じですよ。辛抱強くね、ここで待ってたら一瞬でブラボーなんて取れるんでね、そんな難しいものではないんですよね、ブラボーはね。なんか、ジャンプの波動が見えたけど。大丈夫か、あっち。これ来るんじゃないの、ここ。一人。オッケーオッケー。待った、落ち着け、落ち着け！引っかかれ！誰か！誰も！引っかからない！いや、引っかかったー！やったぜ。このね、ハイブもね、味方に3人ぐらいいますからね。人気らしいですよ、僕らのチームは。ハイブブームが来てるらしいですね。イエーイ。これいいよね、ランチャー。割と好きなんだけど。待ってよ、ブーストゲージを最大ため。あ、なんだなんだ、誰かに取られたぞ。うい。これ以上行っちゃダメな気がするんだけど。あー、こっちから相手出てきたか。エピリフィオツー、オラウツー。どうしよう。どうしよう。ランチャーもなしに。あー、こっちから来そう。走れ、走れ。とう。一人味方が行ってくれたけど。あれ？なんか前に進んだぞ。上に飛んだつもりが。オッケー。こうやってね、ちょっかい出してくー。ちょっかい出してくー。ここで見てよ。あー、こっち。おい。おい、オッケー。あー、危な。あ、待って、バカした、バカした、今バカした。あー、死にたくない。死にたくないんだ、俺は。ちょっと、待って、魔王をもらおう。あー、どうしよう。追われてるんですよ。あー、危ない、悪の組織に。追われてるんです、本当に。嘘じゃないですよ。
あーこれは取りたい。アルファ取ろうぜ。ちょっとこれはもらう。まさかのキルスとワンチャンつなげですねいいですね、つなげましたね。よかった、無駄じゃなかったねよくここで死ぬからね。ほんとね、なんかね、僕がね、ヘイター以降出しそうになったらなんか知らないけど、みんなね、こう、僕の位置がすぐわかるぐらいの勢いで走ってくるから怖いんですよね、ほんとに。やぶない、危ない。ギリギリマザーシップ行きましたよ、ほんと。皆さんもね、これを参考にっていう。あれ、今回エンジニアつけてきたんだけど、相手が UAV 全然出さないから、ランチャーが本当に対人ランチャーなんですけど、でも、これがおすすめですよ。うん、言いたいのは、まあ本当の目的を言うと UAV を破壊してちょっとポイント稼ぎしようみたいな感じだったんだけど、今回 UAV 出てこなかったからね。だからこれの装備のミソは対人ランチャーでも使えるランチャーを装備することっていうわけですよね。そういう風な、なんだろう、設置武器も倒せるし、まあ UAV も倒せるし、人も倒せるという素晴らしいね、 XM53 ですか。これをね、皆さんにね広めていきたい。はい、これがいいんですよ。もう意外とみんななんかジャケつけてない人速攻死にますからね。特に上からの打ち下ろしなんてね、この強さですよ。見てください、2キルですよこれはやばいね。うん、強い強い、やっぱりこれが強いんで、ぜひ皆さんに真似していただきたいんですね。私はね、ぜひとも進めていきたいこのキャンペーンですわ。やべ、ここに結構来るぞこれ。オッケー、ここの、おい、オッケー。あ、でもダメだ、これはこの人はあれだった、ジャケだった。オッケー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 。こんな感じでね、ランチャーやっぱいいですよという形ね。あ、ナイス味方さん、いいですね。ランチャーをね、ほんとね、あ、やべ、え、うおー、よいよいよ、マジかよ。ちょうどタイミングが悪かったのか。ちょっと待って、あー、ブラボー落ちた。ナイス、よし、取っていこう。ブラボーに、まずは、これですよ、これ。トロフィー、トロフィー、行って。なんかいたし。このトロフィーでもね、ポイントが稼げるんですね。だから、あ、今、データ出た、データ出た、やって出た。オッケー。これですよ、これ、これ。これで75ポイント。75ポイントって SPM 的に言うとかなりのもんなんでね。これのかさ増しがあるないではね、かなりチームデスマッチの方は変わります。ドミネーションでも変わると思いますよ。危ない。ドミネーションって特に、出ますからね。下手したら UAV とかそれだけを潰すだけで、キルストが回せるぐらい、ね、もらえたりするんでね。そこら辺をちょっと皆さん有効活用していただきたい。サブラボを取りますよ。まあみんな見てくれてるし、いけるでしょ。トルフィーほら、これで100ポイントですよ。100P ですよ、100P。100P で、こう 200P、400P という感じでね。こんな感じですよ。やっぱいいですね。よし。これで、これで、とりあえずマザーシップに行ってこよう。マザーシップだー。うわー、出せたよー。今回出せると思わなかったけど出せたよー。やった、嬉しいなー。よいしょーよいしょー。みんな人んでくれよー。あ、なんか狙ってるね。これ狙ってる人優先的にね潰すのはいいんですよ。おら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 、ここにも狙ってる、ここにも狙ってる。さあみんな出てこい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 。ここだ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 このランチャーうまいこと使いこなしてこそマザーシップ乗りのあれですね。やっぱこのランチャーを使いこなすことが大事ですからね。で、特に止まってる敵っていうのがすごいね、あの狙い目で、狙い目というか危ないんですよ。止まってる敵ほどランチャー構えてるっていうねデータがね、もう僕の中でありますから。おお、すげえすげえ、なんだなんだ、ここにめっちゃ湧いて出てきてるぞ。おいおい、君たちちょっと待って、ここ当たりづらいんですけど、ちょっと、もうちょっと出てきてくれませんか。ランチャー君が全然使えないですね。やーばー、こっからこっち側からはめていくスタイルやばいね、これね。えぐいえぐいけど、ランチャーだから全然ランチャーが当たらないっていうね。もうちょっとランチャー、あ、おっしゃおっしゃおっしゃ、やば。やばいですね。ここ上にいましたね。ついでラプス動画。敵見えてるわけがないね、これは。敵が見えてるわけがない。私の姿は絶対見えてない。そう、確実に。OK。こう。こうですね。そして、こうですね。回しちゃったなぁ、これは。やばいですね。もう一回ちょっと行こうかなぁ。ごめんちゃい、ちょっと。もう一回。
さあこれは笑顔も咲くぞ、これはいいぞ。マザーシップまだあったんだな久々に2連だわ、これはやばいぞ。マザーシップ祭りが、マザーシップが重なれば重なるほどね、素晴らしいですね本当にね。いやごめんよ、まだまだ落とすものはいっぱいあったみたいだね。ごめんね、そこから出せないんだ、そういう規約になっててね、そこからも出せないし、ここからも出せないんだわいやまたあそこだ、またあそこに湧き始めたぞ。ちょっと待って待って、ランチアウト。あーやばいやばい、ここら辺当てづらいんだよな、ここら辺当てづらい。あーこの中来たさあこの木の影だよな、この木の影になんかもうね、あー我が物顔で隠れる人たちが結構いるんですよ。あーやばいやばいやばい、ゴーンってなっちゃった。あーやばい、日産の社長出てきちゃう、カルロスゴーンが出てきちゃう。ちょっと待ってよ。おらダメだよ、どこにも隠れられないんだからさ、おとなしくこのマザーシップの餌食になってほしいんですけどね。おっとまだまだなんか古速なこの洞窟でもなかった。よし、というわけで今回はマザーシップをここまで回すかという感じでね、回してきました。後半味方さんじゃない、敵さんの後半かわいそすぎて、本当にかわいそすぎて、もうかわいそうだけど美味しかったという感じのね、マザーシップ回しでございました。皆さんでもね、重要なことを忘れないで、ランチャーは強い、ランチャーとエンジニアのコンビはSPM 上げに必須、そしてトロフィー、この3つですよ。この3つだけを組み込むことによってかなりSPM というものは上がっていきますので、参考にどうぞよろしくお願いします。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それでは次回もかかってこーい。